ミーティング担当します、 ABG の井田です。よろしくお願いします。本日初めてサポーターズミーティング担当させていただくことになりました、ブルーズの水沼です。よろしくお願いします。まず、今日5月ラストゲームになるんですけれども、ちょっと来月の話を水沼くんの方からしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。今月最後の試合が今日福岡戦です。来月はもうホーム、天皇杯含めて2試合しかないです。アウェーがね、連戦で続くんで、そこ皆さん、トネコーズさんからもバスツアーの方が出ています。皆さん、できるだけ多くの方がアウェー行ってチームを勝たせられるように、そして、栃木が近場であります。栃木戦みんなで応援してクリスタを青く染めてあげましょう。よろしくお願いします。ぜひね、アウェー行ける方いらっしゃいましたら、栃木一番近いと思います。3年ぶりの北関東ダービーになりますので、ぜひ本当みんなで集まってね、クリスタの方水戸で、水戸のサポーターでジャックしていきたいと思いますので、ぜひ、栃木戦だけじゃなくてもね、新潟とかいろいろ愛媛とかあるんですけども、皆さん行ける試合ぜひアウェーの方にも足を運んでいただけたらなと思いますので、僕らにね なぜか中断期間っていうものがないのでぜひJ2 で盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ今日の福岡戦サポーターズミーティング始めていきたいと思います。まずは熊本伝説行かれた方ってどれぐらいこの場にいらっしゃいますか？大体熊本50人くらい集まっていただいたんですけれども、まあちょっと試合の結果っていうのはね、すごい残念なものになってしまって、試合後の挨拶、選手来た時に僕たちサポーターも何もちょっと選手に声をかけることができませんでした。で、何も反応がなかったのでね、やっぱ選手たちもそれがやっぱり危機感っていうことで、これ以上負けられない、やばいっていう雰囲気にチームの方もなってるそうです。でね、僕たち、熊本では声かけられなかったですけど、今日ホームたくさんサポーター集まってます。ぜひね、選手のことを走らせるように、今日勝てるようにみんなで声かけてあげましょう。よろしくお願いします。さあ、その中でね、ずっとバイアの怪我で、怪我で先発外れて、宮本選手ずっと先発で入ってます。熊本戦でもね、得点につながるようなシュートを見せてくれました。ぜひ今日もね、ゴール期待したいと思いますね。宮本選手のことを呼んであげましょう。宮本 OK です。で、田中圭太選手2試合連続先発でした。今日ベンチに入っていますけど、ぜひ調査的な位置で3試合連続取ってくれると思います。ぜひ圭太のことも今呼んであげよう。最後にね、もう一人呼んであげたいと思います。バイアの選手、やっと帰ってきてくれました。今日ね、ベンチ入りしてます。ぜひね、途中出場でも存在感ある選手なんで、みんなバイアのなんか大好きみたいなんで、ぜひね、バイア出てきたら大きい声で、でね、得点期待して声出して呼んであげましょう。デプルコンバイアの、3人呼んだんだけど、まあ他にもやっぱり選手います。ぜひね、ホームのみんなの力で、選手のことを、走らせてやりましょう。よろしくお願いします。さあ、相手強敵福岡です。相手の順位は5位ですね。で、僕たち上を見ると、6位圏内までは7ポイントで、下のね、降格圏見ちゃうと、まあ、あれなんだけど、まあ、7ポイント、どっちも上と下7ポイントです。ぜひね、今日勝って6月アウェー連戦にね、つなげれるような試合にしていきたいと思うんで、みんな声出して。
一点、結構これも前々から言ってることにはなるんですけれども、ぜひ、キーパーアップの時からですね、皆さん、お座席の方に戻っていただいて、なるべくアップの時から、選手の選手に力を送っていきたいと思いますので、なるべくキーパーアップ時に、お座席の方に戻っていただけるように、ご協力の方、よろしくお願いします。さあ、じゃあこれで締めようか。ミッドアレア